どうも皆さんこんにちは、ヒデです。トモニーです。アンジェです。今回プレイするゲームはムービングアウト、引っ越しのゲームみたいですよ。ゲロゲロ、まあ何はともあれやっていきましょう。はい。ホリーの家、ホリーの家、ホリーの家、引っ越し開始開始。キャラクターの説明はいいのかな。キャラクターはね、うん、俺がねパン焼き機です。パン焼き機ね。ああゲロゲロです。ゲロゲロ。私猫ちゃんです。はい、はい、さあさあさあ、これ時間あんのかな、はい、あるね。1分45秒でいっちゃう感じ。よし、やっていきましょう。おい、しゃ、いくぜー、かかれー現場に。わあ、パン焼き機が来たぜ。何を運ぶかを、こんな感じです。あ、なるほど。あ、はい。あ、おお、入った。よしよしよ、投げろ投げろ。俺たまにパン出ちゃうからね。あー、なんだ、突っかかってるぞ。嘘。あ、私かな。あ、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、慣れてないね。慣れてない、うん、あー、なんだこのソファー超邪魔。ソファー邪魔だよ。そっか。重い。あ、テレビも重いぞ。ダメだ、一人じゃ運べない。とりあえずガンガン一人で行けるものから。よいよ。パン焼き機が、パン焼き機が運んでる。うわ、こダメだ、塞がってる。外から行くぞ。いやい、行っちゃうよ。あ、これ重いね、テレビ。テレビ重い。テレビ壊れてくる。大丈夫。こんな感じかな。あ、やべ、これはどんな。よいしょ。これもさ、これもそうだ。いや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 、こんな感じでいいのかな。おーい、投げたね。え、猫がどっち。猫アンジュ。あ、猫アンジュか。うん。あと何か、段ボール。よろしく。よっしゃ、せーの、うえい、えい。あ、重い、重い。ほら、え、ほらほら、あー、よしよし。オッケーオッケー。Don't give up。 よいしょ。あとなんだ。あー、外に回るぞ。あ、外回んの。外回る。なんだか燃えてる。あ、なんか俺、頭のパンが焦げてんだけど。へぇ。よいしょ。こっちじゃ持たない。あ、なにこれ。あ、これ難しいね。よし。いや、多分そこだと投げらんないでしょ。嘘。そのドアの隙間に。はぁ。ドアじゃない、窓か。壁のちょうど切りかきんとこにやんないと。これでいけんのかな。あ、来た、やった、一発や。いや、ベッドを頼むぜ。いいよ。あ、お、パンチ。うわ、うわ、挟まる。狭いね、狭いね。こっちで来たよ。おい、あれや。お、あとベッドだけじゃん。早く早く。そうだ、ベッドだけだ。いけいけ、頑張れ。なんか引っかかってる。頑張れ。よっしゃー、かーい。ちょっと集中するね。俺らも配送されちゃう。いい汗かいてよ。よし、急ぐ、悔しくて冷やせかいて。またな。やった、ゲロゲロ。あー、いいんじゃないですか。はぁ、ボーナス目標が追加される。なるほど。タイムで言うとあれなんだね、ブロンズなんだね。うんうんうん、うんうん、ゴールド狙いたいね。慣れればいけそうだね。確かに、うん、さあ。お、次は友人。ずいぶん喋るじゃない。そうだね。クイズハウス見つけられるかな。もう行っちゃうから、次行っちゃうから。はいよ。ピザハウス。ピザハウス。行きましょう。多いんじゃないのこれ。うわ、いっぱいあるね。うん。こちら難易度何なんだろうね。難易度はね、わかんない。見てないね。普通ぐらいなの。多分ノーマルじゃないかな。なるほど。さあ、行きますよ。はいよ。これ2分55秒以内にやれってことなの。ああ、そういうことですね。やると、金だよ。ああ、なるほど。じゃないかな。
金を目指してレッツゴー。レッツゴー。こんな感じ。レッツゴー。カメが爆走です。いっぱいあるな。レッツゴー。よいしょ。金引っかかる。なんだカメ。なぜカメ。カメらしからぬ速度で歩いてる。なんかカメ、なんで背中にビスケットしょってずっとくっついてくんだけど。うわー、重い。背中にビスケット。コーラじゃないか。あ、分かった。カメビンタすればいいのか。ほら、ビンタダメだし。動物虐待や。よし。ほら。へいへいへい。あ、これ重いんだこれ。あ、重いの？重い重い重い。はい。はい。あ、でもなんかいけた？あ、いけた。オッケー。オッケー。めっちゃカメ懐いてるな。カメね、なんだかんだ邪魔してきてるよね。邪魔してんのか。邪魔してんだよ。あ、なんだこれ。よっしゃ。あ、なんだラジカセが。そうね。頭のパンが焦げ。ああ、パンが。パンが。パンが飛び出しちゃう。たまにパンが飛び出しちゃう。すぐ現場。カメじゃない。カメ、カメ持ってもしょうがないの。カメ邪魔しに来るね。このまとまりない感じが俺らっぽいね。おのおの運んで、おのおの、勝手に好き勝手にうん、そうだ、ね、全くまとまりがないやん。協力も何もないないないとりあえず運べ。これもう窓からジャンプして入った方が早いね。ね、終わっちゃった。窓からこうジャンプして出てった方が全然早いじゃないの。こうしたほうがうえい、カメちゃん。あ、もうあとは、あ、重いな、二人に任せよ。重いのばっか、あと。あと重いのばっかだね。多分重いのばっかりか。あ、カメ入ってきちゃってる。めっちゃ缶入ってる。カメちゃんの邪魔ね。重い。重い。あ、パンが焦げちゃう。手伝うよ。頭のパンが焦げちゃう。はい、はい、よ。おい。頑張れ。よし。あ、どっちどっち、こっちから行って外から。あ、あ、痛い痛い痛い。なんかこんなストレッチャーズでやったな。やったね。絵面が似てるね。あ、ちょっとそっちだね、引っかかっちゃうな。あ、こういうことね。そう、いや、これ出したらやばいんじゃないの。よし、手伝うぜ。あ、ありがとう。もう早っ。え、どうやって行く。ちょっと方向転換をしないと。あ、難しそうだね、それね。いや、すごい。よっしゃ、出た出た。おー、カメまた来たよ。カメごと行け。カメごと行くんだ。あ、うん、ほら。あ、ピザも。よし、ここでオッケーだ。あと一個。あと一個。冷蔵庫。あと。あ、ベッドで終わり。あとね。あと冷蔵庫がある。そう。こっち通らない。通らない。こっちか。少しでも。動かして。しやばい。ダメか。ダメか。ダメ。ちょっと上で荷台を整理しないとダメだな。あ、そういうこと。難しいね。あ、投げちっちゃい。よ、よいしょ。よいしょ。あー、なんか押しちゃうんだけど。あー、頭のパンが焦げちゃう。頭のパンが。お、お、ちょっとこれ手伝ってもらわないと押せないな。これごとグリ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 。あー、俺ごと来てるよ。パワープレイ。パワープレイ。あー、なんか挟まった。ダメじゃない、それじゃダメじゃない。これ、上がんないよ、上がんないよ。完全にこの L 型ソファーが。よし、うわ、これがやっぱちゃんと整理していかないとダメだね。なるほどね、むずいんだね。いやー、これ、いや、いけるかい、うん、L 型ソファーを。重い、重いよ。まさかのここで手間取るとはね。こんな感じでちょっと、あ、ここいけんじゃないか、この隙間に。いけるかい。あ、いい、いい感じに投げたわ。え、頑張れ。いや、ダメだな。あ、来た。うわ、そう。むずいね。俺らごと。
カメが噛んできた。あれ噛んでたんだね。噛んでる、噛んでる来るよりも俺はパンが焦げる方が心配だよ。きっと気に入られたんだよ。ポジティブ。可愛いな。なんでちゃんとそれぞれコメントあるんだよ。みんなポジティブだね。ピザハウスクリアしました。猫ちゃんだけ走ってる。思った。走れ走れ、足を使うんで。私も乗せてくれ。いいじゃない、ちょっとずつ分かってきてる感じが。そうね、うん、そうだね、うん、まとまりないけどね。そうだね、まあね。夢は必ず叶う。新入社員入っちゃった。おー、新入社員ユニコーンじゃん。ユニコーンだよ。そう、次はバスケハウス。バスケハウス。もう一個行ってみましょうね、じゃあね。うん。あら。ビットビットビット。すごい。なぎ倒してる、ね。さあ、アイテム数20、バスケハウス行ってみましょう。はい。さあ、着いたぜ。物を壊さないでくれと頼まれたのって。それは難しいね。無理だね。あ、冗談だって。あ、なんだ。一個証券にはつけやん。よなく行くよ。壊してくれて、オッケー。したらもう俺この窓から入るわ。ね、わかる。行くぜ。レディー。ゴー。ゴー。ムーブアウト。ほら。これはとりあえずやりたかっただけ。先越されたわ。ちょっとこれは。丁寧めに置いとかないと。そうだね。ぶん投げはあかん。ぶん投げはあかんね。とりあえず一人で行けるものからガンガン、ね。そうだね。ま。あとで必要なものは、うん、人数がいるものはあとでやったほうがいいな。そう、うわぁ、奥の方もいっぱいあるぜ。だからこれ奥から置いてったほうがいいってことね。そう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 、詰まっちゃうからね、うん、そうか。さあさあさあ、なんでこんなとこに壁作んだよ。そうね、結構大変だね。あ、パン焼き器は、パン焼き器を運ばないと。よっしゃ。繋がれてますけど。そうそうそう。ああ、これね。これ俺のかけてるサングラスは、昔、よく 3D で見えてるって 3D メガネだ。あったね。懐かしいよね。ディズニーとかでもあるよね。昔はさ。ああ、外にもあるじゃん。これはちょっと回っていかなきゃいけないんだな。なるほどね。ピアノもあるんだね。よいしょ。こっち。いいんじゃない、今回ちゃんと綺麗に積んで、ね、いい感じよ。やっぱね、積み込みは綺麗ですよ。綺麗にしていかないと。さっさっさ、ウェイ。椅子。よいしょ。鶏持ってる。いや、本当だ、鶏いる。あれ、おっと、一人で運べるものは、あとは椅子がある、ね、椅子が奥にあったね。よいしょ、こんな感じかい。あとは、ベッドとかか。ベッド、ピアノ、あー、出た、ソファ ー、 あー、冷蔵 庫、 冷蔵庫。これがさ、なんか鶏がつっついてくるのね。お邪魔キャン。よし、あれあれ、俺が邪魔ってこと。あれ違う、いいよ、はいよ、はいよ、はいよ、あ、やばい、完璧に邪魔、ごめん。いや、いいよいいよ、手伝う手伝う。あ、ありがとう。引っかかってる。いや、これ通れんのか。通れちゃう。おー、いいね。前の方積んどいて。汗かいてます。はい、ゲロゲロ今行くぜ。ゲロゲロ、パン焼き器がいつい。ゲルベーロ。はい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 。あー、ニワトリごと積んでやるぜ。さあ、あとは、あとベッド。あ、なんか俺ベッド、ピアノ、L 型さん、椅子、椅子、ボールない。これ邪魔だな。おー、そこくしゃみしてる場合じゃないぞ。失礼しました。本番中だ、今失礼しました。そっち持って、どっち、あ、こっち持って。はいよ。レッツゴー。よろしく。あ、こっから出た方がいいか。あ、そうだ。よし、はいはい。あとピアノがあるよ。あとピアノ。ピアノとソファーもあるからね。ソ
厄介じゃない。なるほど、なるべくピアノね。よーっつあるよ。ニワトリ、ニワトリ挟まっちゃってんじゃん。そう、邪魔っ気だからニワトリごと積んだ。さーて、最後はソファーか。ソファーだね。ソファー乗るかね。ちょっと、なんとかするしかないな。ニワトリがスペース、あースペースこれね。オッケーオッケー、いいよ。こんな感じで回転して、ちょっと待った。これジャンプ。え、えい。はい。え、え、え。こういきゃいい。ああ、そうそうそう。あ、これが邪魔だな。テーブルがね。はい。うわあら。よいしょよいしょ。あ、引っかかる。引っかかる。引っかかる。ああ、これこれがダメだな。力いけないかな。あ、なるほどね、わかった、方向転換ってことね。よし、いったろ。引っかかるな。よっしゃー、スラムダンクって書いてあったよ。やった。バスケハウスだからじゃん。なるほど、そういうことか。時計を壊してそれにテレビもね。さあ、オッケーです。さよなら。置いてかれちゃった。いや、いい感じじゃないですか。ああ、いい感じ。まあまあね。まあ、よくはねえけどね。金は取れてないけどね。そうね。何よ、バスケでしょ。あ、シュートを決めるとかあったんだ。投げてってことね。ヘッドを外に出せ。あ、鶏外に出せばよかったってこと。うんうんうん。なんか、いろいろサブ目標があるんだね。ああ、なるほど。そうすると追加されるのかな。なんか多分そうじゃないかな。評判上々だったよ。上々か。ありがてえ。まだバンバン、バンバン仕事入ってくるやん、うん、忙しい。はい、ということで、はい、今回はここまでです。 OK、 はい、次回はまたこの続きからやっていきたいと思います。ゲルゲロ、いいですね。はい、はい、じゃあよかったらまた見に来てください。はい、じゃあまたね、またね。